予選 B 卓の選手の紹介をしていきましょう。ミュージックスタート。新鋭プロ代表決定戦準優勝、佐々木久人。瀬戸熊直樹が10代となり新鋭戦の枠が空いた。一度は諦めた夢が叶った幸運、フルに活用させてもらう。誰にも遠慮するつもりはない。ただひたすら上がって上がって最強の座を奪うのみ。麻雀攻めだるま、佐々木久人。2人目、著名人代表決定戦雷神編優勝、ジャイ。昨年の雪辱は夏に果たした。だが俺の目標はあくまでもてっぺん。ギャンブルで5000万円稼いだ不良芸人が本物のギャンブラーの凄みをこの舞台で見せつける。おい、俺を笑ってつその笑みを消してやる。俺芸人だけどね、お笑い界最強、ジャイ。3人目、現最高位、近藤誠一。俺は事務仕事をやるために麻雀プロになったんじゃありませんよ。15年間最高位戦事務局を支えた男は酒場でそうこぼした。苦節16年、念願の最高位となりようやく表舞台に立つ。生真面目麻雀ジェントルマン、近藤誠一。4人目、ファイナリスト特別予選優勝、小島武雄。勝ち負けよりも皆が喜ぶ麻雀を打ちたい、そう言いつつもミスターは昨年ファイナルで決勝進出。今年も特別予選を優勝しこの舞台に戻ってきた。まだまだ現役、俺は見せてそして勝つ。第2期最強位、ミスター麻雀、小島武雄。またまたすごいメンツが集まりました。これもすごい戦いになりそうです。早速皆様に一言ずつ伺っていきましょうかね。まずは攻めだるま、まさかこの場にいるとはあの時点では予想だにしていなかったと思いますが、そうですね、まあ、正規に勝ち上がってないので、はい、まあ、本来ここにいるべきではないのかなとは思いますが、はい、まあ、出られるからには一生懸命自分の麻雀をしておきます、はい、逆にまだ、ね、運が残ってるんじゃないかと、まあ、僕なんかはあの前哨番組では本命にさせていただいたんですが、 あ、 ありがとうございます、はい、あと、まあ、本も買ってますんでね、毎回言いますけど佐藤ノート買ってますんで、はい、ぜひとも頑張っていただきたいなと思います。はい、よろしくお願いいたします。そしてジャイ、ジャイってなんだ、ジャイ、ジャイってなんだ、どうよどうよこれ。いや、もうとりあえず順位はともかくとして、あの、うん、30分ぐらいで終わらせたいなと思います。お、何何、あの前半長すぎたんで、おお、 A ブロックが、お、また敵を作ろうと、いやいやいや、ま、作ろうとしてない。何度か C ブロックの人をちょっとオンタイムでやる、はい、やるためにちょっと巻いてね、やろうかなと。早めに飛んで、うん、そうそうそう、飛んで終わらないでしょ。飛びはないんだ。飛んで終わらないでしょ。そうです、はい、でもまあまあすごいメンツなんでね。いや、だってこんな素敵なメンツとやる機会なんて、はい、多分一応あるかないかですよ。いや、もう本当ですよ、ね、もうこれでそれだけでも本当に十分、はい、はい、もう一人本当に場違いな感じでね、本当にカジュアル対フォーマルでもうこれ以上カジュアルないぐらいなカジュアルで、はい、本当ありがとうございます。はい、頑張ります。頑張ってください。お願いします。はい、続きまして近藤さん、はい、いかがでしょうか。すごい、もうジャイと打って変わってきっちりしてらっしゃるので、ちょっとギャップがすごい、このギャップが激しすぎて、
あの、はい、もう最高位取られたばっかということで、ありがとうございます。私もあの拝見させていただいたんですが、もうね、はい、素敵な麻雀で本当に恐れます、はい。ありがとうございます。何か意気込みとありましたら、今日も、はい、幸運を信じて、はい、身を委ねたいと思っています、はいはい。ありがとうございます。すごく見つめられて、もう私ドキドキしてしまいました。頑張ってください。よろしくお願いします。そして最後に先生、はい、いかがでしょうか。まあなるようになるでしょう。出ましたもうね達観してらっしゃいますから ね、 ね、はい、また見せてそして勝つという先生の麻雀をぜひとも期待したいなと思います、はいはい、頑張ってください、はいはい、よろしくお願いします。はい、この素敵な4名の対局が始まるわけですが、皆様宅の方に移動の方よろしくお願いします。拍手でお願いします。それでは予選 B 打線顔が東杯のスタートです。気持ち悪いんだけど顔さあいいゴングでしたけど、アラさん今ゴングはどうですか。今のあんま見てないいや、いやってジャイさんの場所が、はあ、多分片山さんの座った場所じゃないかな。あと手入ってましたからね。さあどうなんですかね。さあとにかくチーチャーは近藤さんですか、はい、近藤さんがチーチャーでジャイさんランチャー、小島プロがシャーチャー、そして久人がペーチャーとドラがハク。やっぱりペーチャー有利ですねこれマジで。上がりやめある分だけ久人の手が酷使みたいですね。さあ近藤さん、親の近藤さんの手はどうだ。まあもう単野フレーマと、うん、あジャイがちょっといい感じじゃないですか。ちょっとドラの箔が一枚浮いてますけど、まあ格好、うん、手格好はいいですよね。スピード的にはジャイが速そうだ。ジャイさんと久人がとにかく打牌が速くて、うん、カメラマンさん頑張れって感じなんですけど、うん、あれちょっといい感じに早いですね。結構打つのは早いですよ。近藤さんはサウスポーなんですね。あ、うん、これはじゃあカメラワークが結構大変なポジションですかね、うん、これはなんかそくりいきそうですかね。これジャイは何が入ろうと。これリャウピン引いたらどうするんでしょうねって感じですけどね。ローキューソーは急走がもう2枚、あローソーと急走か。まあ普通はローキューソーでリーチかけちゃいますよ、ね、うん。おもう三夜を確定、あるいは6チッパの変化を見た形。さあこの久人さんの皮が異様な感じを醸し出しておりますが、これを見てまあジャイさんは無視だろうね。まああと一瞬、うん、一瞬ドラに手をかけたがやめた、ね、先生はここでチーソーをアンコー。近藤さんはまだまだちょっと苦しい形か。あでも缶チーソー嫌っていくんですね。缶チーソー嫌いました。これは、まあ、ジャイちょっとかかり気味ですか。かかり気味ですよなるほど、気合い入れすぎて、うん、おそしてチートイツへ。こうするとドラの白にもね対応できるという、うん、まあ、確かにこの、ね、いい形がテンパらないとちょっとイラッとするんでしょうね。で本郎トイトイも手がそっち行きましたね。さあこの三層にだからパーソーはだから狙い頃のパイとして残してるんですよね。ああもうあくまでジャイがなかなかテンパイ入らない。うん、小島武雄イーシャンテン
してポーンが入った。翻弄といてこっから向かう。もうでも白もねまだ2枚生きてるわけですし、十分の形ですよね。入らないぞ。これは相当じれてるんじゃないのかな。じゃあこうなるとでも点パった時にドラもドラタンキーの方にしちゃいそうですね。煮詰まってくるとね。うん、あこれでポンが入って。これじゃもう白切れない、ね。白タン、うん、あまだまだイシャンテンですね。ペイは1枚場に出てるだけなのでまだ3枚になる可能性はありますから。さあここもイシャンテンが続く。ジャイがじれる。実は久とか一番早く点パする可能性が高いんですよ、ね。可能性があんな遠いとこからね。これ。入るか。ああ、これはもう打ちづらいでしょうね。初は初はションパイですか。ションパイ、はい、これは打ちづらいということでパスを切る。その初が来た。ジャイもこれションパイなんだね。打つんじゃないですか。打たないか。おお、もう白を打つ気ないから、うん、土間残す意味もないと。そうですね、はいはいはい、予想つもぎり。あ、これでここでドラタンドラタン機で行くのか。闇天闇天に構えそうですね。出上がりは効かない状態。でも実際は2枚残ってるんですよね。そう、これどうするんだ。どう、うん、やはり打てない。ドラを打てない。パスはねもう出過ぎてますしね。もうそもそも白が切れないですから、うん、まあ、白も いると思ってないでしょうしね。あ、まあここにいるだろうという、うん、ただロンになるのが最悪だから切らないだけで、うん、あ、ここに白が来ましたね。1枚。あ、これはちょっと悔しいでしょうけど、うん、まあしょうがない。さあここもテンパるかどうかちょっと微妙な感じになってきたが、今度は親なんですね。親なんでなんとかテンパに持ってきたいところでしょうが、現状はテンパしているのはジャイのみ。ここでもう完全に分散しました。分散しましたね。白は出ない。今度はジャイ一人テンパですか。そういうことになりそうですね。温度がテンパれば、うん、テンパ、まあ、場合によってペイが出て久人さんが泣いてという可能性もまあ若干残ってるが、まあ、ここまで来たらもう、まあ、行かないと。ね、面前になるともかく久人2フーロしてますからね、うん、はい、これはもうジャイの1人テンパイが濃厚、うん、これでやめました。ただジャイさんにしてもね、うん、あのなかなか素晴らしい手配が、ね、あの後輩パイが全然テンパれずというのがやっぱ気分的にどうなんですかね、うん、やっぱりあんまりいいものではないと思うんですが、さあそのジャイの親番、この何色かわからないセーターを着ている何ですかこれ。何と表現すればいいんですか。色々あるんです。色々。お、ハイパイ。いいですよ、いいですよ。これ初が統一。あ、しかも小島と京もいい。久とまた国士みたいな。久との手は悪いね。そうですね。小島先生のいいんじゃないですかね。良かったですよね、うん、並びがかなり出来上がってて、ジャイさん対小島さんの戦いになるね。そうですね、これはね。さあジャイが早くもイーシャンテン。今度は苦しいですよね。苦しいですね。さっき親でもね、あの危険牌切らずにチートイツに向けていったように、うん、やっぱりあの
通しにくいパイは無理やり切っていくタイプではなさそうですからね。さあこれでまた広くなってドラドラ初ポンでも 5% の形です。本店を取るのか6チッパーの3色だ。さあこの実はまだ久々の初もなかなか、ここの初もちょっとまあ、そして近藤の初はあ出るか、うん、出るか出た、スポンですね、テント早い、早いよ少しは、まあ、ね、生きり立っておりますね、生放送ということもちょっとそうでもクルリンパ早い人はやっぱり大体強いですよね。なるほど、決断力が早いからね、うんうん、カンパーピンの初ドラドラのテンパイでパーミウムが、まあ、ピンズ動きますからね、うん、そうですよね、これチーする構えですもんね、あのピンズの4号と、あそれでテンパイこれでどうする、じゃあまあ、とりあえずローピン引きまでや待つとってんですよね、はい、まあ小島さんかけづらいですよね、 手垢がだからね、うん、出れば分かりますよね、テンパイでしょ、今でテンパイです、ウッパーマンが出たらスッと上がるし、8万積もったら振り手に1までやりますか、いや分かんないな見せる麻雀代名詞であります小島滝はどう、なんか想像のごめんちゃんが残る方だったらかけてもいいかなって感じはありますけどね、あ、フリテンリーチだ、フリテンリーチ行く、さすがかっこいい拍手、会場からも拍手さすがミスターマージャン小島武雄、フリテンリーチ今度一通のイーシャンテンですね、お、来てますね、はい、そしてジャイはジャイさんもう降りない、どこまで押すか、ローピン、さあここでトンアンコ、まあ、初はアンパイですから、うん、さあ今度は追いつくか、追いつくか、つかず、想像はね全然切れてないんですよね、さあ押せるか、あでも押していきますね、急走をした、さあローピンを、筋ばっかりですね、うん、2枚いき2枚いきですね、2枚切ローピンは2枚、あこれでこっちはサブローピン、あ来ました、こっちもローピン高め、どっちもローピンが高めの形、まあ同じようなみたいなもんだね、そうですね、3ピンが結構出ましたからね、3枚、うん、2枚ピン、うん、ローピンを追ってるのが久里とジャイさんで、ローピン2枚残ってます、さあどうだ、スーピンなんか際どいところ、さあこのピンズの攻防、で一応まだジャイも張ってますからね、ジャイさん達者だね、全然迷わないもんね、うん、さあどうだ、カーピンもしかし顔出さないです ね、あこのローピンはさすがに出ないか、ピンズの行方、6球ピン、パーピンの行方、ローピンでもあと1枚いるんですよね、3ピンも1枚いるの、3ピンとローピンが1枚ずつですか、あとパーピンも、まあ、9ピン積もったら上がるよね、そうですね、まあさすがに上がるでしょうねそれを嫌ったらもうある意味伝説に、まだ決着つかないですね、シャワーで止まってるのはションパイだからか、でも行っちゃうでしょ、うん、あ行った来ましたね、ぶん回した、さあなかなか丸が、あこのいいピンは大丈夫、ジャイさんが積もる2回、あクルリンパ、これは
まあ、休め、裏裏裏裏です。9万が乗って面ピンドラドラで満貫の上がりになりましたね。これは先生、まあしょうがないといえばしょうがないですけど、まあ結果的にかなりアンラッキーな形になってしまいましたが、そしてジャイさんがまた上がれずと。ジャイさんもちょっとね、割とその前からいい形で、そうですね、まあ、テンパイあるいはいいシャンテン入れてるのに上がれないという、なんか感じが悪そうなところではありますけど、これでまあ近藤がトップ目33,300点という。さあ先生ですが、トンがダブルこれじゃあね、うん、もう一上がりしないとダメでしょうね。うん、頭取りですから、はい、どん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 荒れてくるから、やっぱり何倍になると本当ブンブン振り回してくる感じになりますよ ね、 そうですね。親が切れるまではもうブンブン いくでしょうね。うん、小島さんでもダブトンはいいですけど、泣いてもちょっとまだ遠いですね。ダブトンチャンタぐらいか。ピンズの形は良くなってきたが、お、一とこよ、換算ワンを入れて一目ずつ完成。なんとかシャアをね、シャアを重ねたいところですね、まあ皆さんそう、はい、1枚ずつ、1、2、3、3色も見切る。ここでまあでも形がある程度できてるからですかね。ペーの方を重ねた。さあこれでメンツが一メンツソーズにくっついて、うん、とりあえず、お、ダンスを、おー、うん、なかなか自敗が重たいような曲なり、あのゲームになりそうですね。割と近藤がその辺しっかり持って打ちますし、小島プロも割とそうですからね。ジャイと久渡が先行するとなると字が早く出て、割と展開的には軽くなるというか速くなるというか感じはあるんですけど、うまくいけばピンズの方で3色もできるかもというところですね。さあここでローソーがアンコ、これでチューンですかね。ちょっと難しい感じですか。ウアンはシャーが打ちづらいですかね。つもぎりですね。ポンが入ったぞ。おお、トニーアオの仕掛け。おお、まあドラがね、ああいうシャーみたいな場合ですから、うん、すごく安い可能性はありますけどね。この仕掛けは荒さんどう見ますか。まあテンパりましたけども、サブローピンで今テンパ入りましたね。あ、これで上がりですね。お、あ、これはどういう、うん、いや、まだ勝負は、はいはい、まあでも公約通り早く回そうということなのかな。ジャイ公約なんですか。公約してジャイさん、公約作るとあんま良くないですよ。大体そうだね。去年もひどい目にあったのは忘れたのかな。リャンハン縛りとか、ね、及川さんとワンツーで上がるとか、そうそうそう、一個もかなってないですからね今。そうですか。でもジャイさんこれ打ち慣れてるね。うん、そうですね、まあ打ち慣れてて強いんじゃないかなってか感じがするね。やっぱお笑い界の中ではもう相当、あ、そうですか、はい、だってカジアンは、ね、本命にしてますからね、裏マンでは、ね、そうですね、一応近代麻雀では対、まあ、瀬戸熊プロ本命、はい、対抗ジャイさんにしてるんですけど、うん、
佐藤がまだ一歩先手取れそうな感じですかね、この玉に関しては。さあこれで統一が、お、ドラ引いてきた。お、ただまだまだまだかかりますけどね。さあ先生はもうピンズに向かっていくのか。やっぱマンガンのビハインドありますからね、うん、やっぱり一色にしてマンガンクラスを取り返したいですよね。それはウーピンに重ね、ウーピンにくっつけて単品系。ジャイが入れましたよ。本当いいですね、スペン3ピン引いてカンウソですか、ねえ。会場の今舌打ちが聞こえましたけどね、今気のせい、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 チっていうのが聞こえましたけどね。久友でもなんかすまないですね、思ったより。さあ先生に泣きが入った。これは本一の方に行きそうだ。そうですね、これで近藤がチュン出たらどうするのかなと思ったんですが、なかなかね。むしろチートイツのチートイのイーシャンテンになりました。マンズソーズがパラパラって出てる感じで、ピンソーウーピンあたりか、どこを選ぶか。ウーピンを切った、うん、寄ってきますね。そうですね。お、先生もピンズを引き入れた、うん、一歩前進。久人も統一が増えましたね。久人自身はそんなにチートイツやらない打ち手なので、うん、まあ親でもありますし。お、このパースを残しましたね今。お、イシャンテン来たですが、まあ鎮逸ですから ね、 そうですね。お、これでシーソーがアンコ。そうですね、来たともイシャンテン。パーソーはだから、パーソーはここで切りましたね。破天敗ですよ。さあジ ジャイカンチーワンで打った。マンズがビーチドライチの手でいきました。小島プロの仕掛けが、まあ、ピンズで、まあ、まあ待ち頃、うん、あ、チーソーが4枚目。これはどうするんだ。カンするんじゃないですか。3万切るのかなというか。行きましたね。数万匹のテンパイを逃したくないから、これでビアンない。こうなるとどうですかね。カンチーマン、カンリャンピン嫌えるか。ドラ3ピンですから嫌いにくいですよね、うん、チーマン意外と出ちゃうかもしれないですよ。さあチョイスがチーマンが意外、あ、シャア打った、なるほど、固く打ってね。そうですね、うん、最近あの久人も攻め一本じゃないからね。あ、受けやってるからね。うん、さあ先生が行きました。これは筋、ただ数万が出るとね、チーワンがもしかしたら、うん、ただ嫌だよね、缶入ってて打ちとかないよね。そうですね、久人親だから行っちゃうんだろうね。すごい、もう行きます。これもテンパりにくい形ですよね、スーチピンを。シンドラになってチーピン、シンドラですよこれは。先生なんとかもう1枚のスーチピンを、スーチピン何回ポンできるんでしょ。そうです、できます。さあなんとかものにしてもらいたい先生。この手はこれ手がもう詰まってるんですよね。ああ、チーピンはボンできないですね。7万は1枚抜いてる。あ、どうだ。ああ、すーわー、危ない。押していきましたね、久人も。久人はリーチかけるでしょ、頑張ったら。さあ、入るか入らず。これは
小島先生の打敗がみんなビンビン感じてるだろうね、うん、そうですね、迫力あんまり普段バシバシっていう、ねうん、お方ではないですね。これはやっぱり来てる感は、うん、あと1枚でしょ。あと1枚です、うん、あー G1 ここにこれで、まあ、リーチだ。ローマン切ってリーチじゃないですか。リーチでしょ。さあ行くか、関連ピンのリーチ、もう当然リーチですよ。いったー、キャンピン表示牌と、あ、ここに1枚、あ、ここに1枚浮いてるが、ここはちょっと出なさそうだ。チームじゃあないんだ。チームないんでしょ。チームもないです。リャンピンもないですよ。じゃあ小島さん、先生がまた3枚これいっ、リャンピン順から、そうですね、うん、小島さんの手泣きの中に1個リャンピンがありましたよね。確か、そうですね、あとは小島さんがテンパるかどうか。さあこのパスで止まった。あ、もうこれで、あ、やめましたね。さすがにもうないですもんね。ツモ、ね、あ、もうツモがないんだ。これが入って、これが入ってで、まあ、さあそういうわけで2人転敗ということで、ね。久とのシャー打ちがなんか良かったですよね。うん、あの関が関した後のシャー。ドイツで回っていったやつ、うんうん、さあここで初めての連チャンということになりますか、はい、まあ、親守ることが大事だから ね、 そうですね、うん、頭取りだったら親で決めたいですよね、うんうん、リャンワンです。これは近藤の手ですか。あ、イーソーアンコ、だいぶ楽になりましたね、このアンコで。ドラはリャンは今ぐるっと回って久人のところに来るところですね、ツモが。今回もでもちょっとね、いやいや、ゴツゴツしてますよね。お、これでアンコが2つ、動きましたよ。リーボー2本取りに行きましたね。ドラドラ、そういうあれですか。で、まあドラドラですね。あ、ドラドラあるんですか、はい、まあ、そうだね、チュンドラドラ。みんな早すぎてカメラマンさん頑張ってって感じですけど、これで一メンツ。おお、来た、いいシャンテンになりましたね。ドラドラのいいシャンテン入れました。まあトイトイまでは難しいでしょうけど、まあ、もしかしたらあるかもしれないですね。これでまた統一ができて、縦に縦に、あるいはスワンコの可能性もありますよね。じゃあ今テンパイが入るかどうか、統一間の匂いがするよね。財産泣くフォーメーション、もう泣くフォーメーション作ってあるもんね。でもアラさんとやってること同じですよ。そう、僕もああいう風にやるけど、やりますよね、あの特殊リーパー、泣いても傷が残らないようにね。あ、なるほど、もう動きましたけど。さあ動いた。これでリャンワンテンパイですね。リャンワンのテンパイ、ここでドラドラ高め。リャンワン、あれだね、ジャイさん、中野小一さんの麻雀似てるね。ああ、そうですか。うん、似てる。強いんだよね、中野、はい、小一さんも。今日の D 卓ですけどね、楽しみですよね。あ、ポロリした。まあ、これはもうトイトイにはしてもできないんでね、チーなんで。チーしてるんでね。さあ、リャンワン、久人もでもね、もうカンパーマンでも、うん、リーチかけて捕まえに行きたいんですけど、パーマン、ここあんこなんですよね、久人の欲しいパーマンが、うん、ここにウーワン。でもこれだと、うん、
パーマンの苦しみ。うわあ、これで出ましたね。トップ目の近藤が打ったんで、これはこれでトップ入れ替わりですね。うん、